What's up, ジュマード。まず、ブーマのコタロー vs. レイ。もう、リクエストだらけ。これ、俺もう、なんか、この1週間で、この文字、何回見たか。本当に。これのリクエストのコメントに、いいね、100個以上ついてたから。やば。本当に見てほしいんだね、それは。相当来てるらしい。このアドレナリンはさ、ダディミックスがいるから。そうなんだね。ブーマンコタロは合わせれるから。これはじゃあもうみんなリクエストが来てるってことは、とんでもねえセッション系のやつなんじゃない？とんでもねえってことだね。とりあえず。とんでもねえな、これは。とんでもねえって言ってる人が爆沸きしてた。爆沸きしてるね。俺らはまあとりあえず見ないと思う。そうだね。切り抜きとかもう TikTok 来てもとりあえずすぐ退避するようにしてる。まあ我らがブーマンコタロと、でまあ対するはレゲエのレイと、果たしてどっちが勝つのか。レゲビートになるかヒップホップビートになるかでも変わるしね。で俺らの希望としてはコタロのレゲエビートが見たい。ああ間違いないね。そう。あそれは間違いない。俺らの一応希望を入れとく今のうち。これベッド制なんだこれは。そうそう。後半のレゲビート。これはジャマイカに着陸した湘南の風です。これジャマイカに。レレブラブラで。そう。ビートの時点でまずベストバウト確定してないこれ。もうこんなビートで俺ら盛り上がってることあんまない。ないよ。先攻で。次はそのままでルールは。A few moments later. これを待ってたよ。エンターテイナーだ。まず最初、ああ、すいません、すいません。いや、当たり前っしょ、みたいな感じで、ね。一応、どっちも自分に不利な選択だから。そうなんだよね。これで無事かまして、ストレート勝ちしたら半端ねえ。半端ない。これエンターテイナー。もうなんか、まあでもレゲエルールだからレイの土俵でもあるかもしれない。でもさっきこのレゲエの最初のを聞いてる時のレイはおーっていう顔をしてた、ね、確かにね。あまり自分のフィールドっぽくない顔っぽくない顔だったね。ハイテンポな感じちょっとコタロー得意そうじゃない。これハマりそうです、ね、これハマりそうです。これは超絶コンフィビデスガチ降りてきましたハリーとベビー前の踊りハウメルブギーみんなでダンスしていくよパーティー。アドレナリンとレゲエ祭まだまだ俺は踊れたりないあなたを飛び出しでいくだけあの街この街まで行ってどこまでもどけばけ知っているだけ FUFA ポジトマネして手上げのレイをダシダシダシもの端から端へ渋谷の街で俺を騒げ。おお一回まだ一回コタロー首止まんない一回落ち着けコタロー。そうだねマジで首のエクササイズかと思ってえな端から端ライブだぜこれ。これまんまライブだね。得意すぎだろさすがに。これもうなんか疑うんだけどあのフーマのコタローレゲエの人です。レゲエですからジャマイカ国籍です。国籍ですね。国籍持ちだよねこれは。これでまだ半分だからね。やべえなこれ持ってかれたな一気に持ってかれた。どこかしらのジャマイカのラッパーが入った。多分ここ半年以内にジャマイカ人と友達になった。これが全力でできる俺らの中での考察
それ以外は何にもできないこの前ツイッターで流れてきたんだけど、マカがさすげえビートが変化するのにさ、はいはいはい、やってたやつあったじゃん、激しいやつ、あれにさ風魔の小太郎もやってたのよ。そっから多分一回ジャマイカ人怒ってたかもしれない、そのタイミングで、ね、そのタイミングで一瞬ジャマイカ人降りたのかも。今まで史上一番首を振るダンスだったのかもしれない。あ、間違いないね、確実に俺らなんかの動物になってたってなったね1分間の割にめっちゃ疲れてね。確かに。もうすっげえ追いつくのが必死だから。必死だったね。お前しがみついてたから小太郎の服に。あのね、あの一番先頭の人さ、これガードレールあるじゃん。うん、俺これ持ってくる。ギリギリまでついてくるみたいな。ギリギリまで近づいてやってた俺は。気抜いたら置いてかれるから。なんか先行不利って言えなくね、こんなんやられたら、ね、完全に脳みそにこびりついてんのよ。もう先行がでかすぎるハードル出したらもうそれは先行有利だ。そうなんだよね、なんか急に山ドーンって置いたみたいな、はいどうぞみたいな、超えてくださいええってなるよね。未来は変わって令和から、盛り上げに来た霊がまた、その手上げてみなて宝がシャララ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 ラハマればワンデー体感1分君も1秒刻みでエンジョイワンステップ、いつでも鉄板大歓声、光源円盤大回転、パラダイスの限界ありません、ミュージカルアドベンチャー大作戦、時間太陽に光合成、裏打ちこのビートに音合成、そうしてみれないこのショーケース、自己全員が飛び込んでゴーゴーパッ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 、失礼します、現場にいたかった、現場にいたかった、これはこれやば、客だったとしても俺ステージ行くよ、全く同じこと言おうとした、一番後ろにいてもそう小太郎ももはや敵じゃなかった、一緒にライブしてたから、これこれ風磨の小太郎&レイのライブだった、そうセッション、セッションだったね、これマジでダディミックスの使い方また新しくね、ちゃんと使えてた、もう指揮者だったもはや、いやそ棒がマイクなだけでこっちで指揮してるみたいな、脳みそ何個あるのって話だよね、これがやっぱレゲエの人の使い方なんだよね、これもう勝敗とかじゃなくて満足、楽しい、バトルとかじゃない、今日は楽しい、うわーこれやばいね、そりゃみんなリクエストするわ、バチバチとかじゃなくてこの楽しい感じね、この楽しい感じ小太郎もこんなになってるの、おう、レイの What the fuck 完全に真似していい今のザロックのあの顔みたいな、あこれそうザロックで言ったらそれお前これできんのえマジかこいつあ、ジャマイカ人だこいつは、ね、
マジのびっくり顔だよね。それは本当に普通にやばいしね、うん、俺このレイの顔で全部飛んだけど、ハオメニーのところからもう入ってるから、ハオメニーブギーブギー、あれちょっと一回あれから聞きたいね。ハオメニーブギ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 ーうん、飛び出したら止まんねえ、はあ、ああラッパのやり方で、いやいや、東京でやってみて、はあ、はあ、ネタじゃないとできねえ、はあ、やばいね、これはマジで。さすがレイをあの顔にさせただけある。完全にこれなんかもう持ってったね、即興のアートだった、アートだった、ね、やっぱりレゲってある程度ネタなんだよ。それに対してコタローは完全即興できてるから、そこを強みに持ってって、ね、会場の雰囲気見てから言ってること決めてるよね。言葉が出ねえよ。楽しい、今日は楽しいね、ほんとに。あのリアクションとかじゃない、解説とかじゃない、今日は楽しい。俺ら今日楽しむ。嘘。7分ぐらいから俺ずっとこうなる。俺ら今最前列の気分だから。そうそうそう、まあ、またでかいハードルを立てたよ小太郎は。でもまあこれあのレゲエルールで言うところのレイはこれ浦和レッズだから、これ浦和レッズほどのね、まあ、強さを持ってるでしょ。レゲエルールであるからサポーターの台ちゃんとぐらい返してくるでしょ。これはでっかい山だってちゃんとで越えちゃう。え、何言ってる、うん、ちょっと分かんなかったね。途中で、あ、ちょっと違うなと思ったけど、俺は突き進んだ。強引突破だって今。まあ、また風魔の小太郎はでかい山を建てて、うんうん、まあ、レイはこれを超えれるかってところですね。いや1バース目はまあ超えてた、うん、2バース目果たしてネタが尽きるのか、あのびっくり顔は困惑の顔なのかどうかね。確かにね、言うてくると思ったで、ネタネタ、いや違うから、今日はレゲエとヒップホップの戦いやから、それやりきで楽しむのが正解。頭の線からつま先駆け抜けた初めての衝撃、俺はお前が頭からずっとぶっちゃされて、このパッションは最高な会場で、この感動を生んでくるのは、この BPM 難しいとか言ってるやつで分からへんし、シッシッシッ聞いてるか、この音楽目上がってるか、これは急いやよりアゲアイスの方がこのオケに合ってちゃうか、完全即興だったよ。完全即興だった、全部全部返してくれ。ちょっとドラム早い音してみたいな。あのそこが真偽だよね。多分ダディミックスもテンション上がっちゃった、まあ多分早くなった、早くなってったんだよね多分ね。BPM 早くなってきてますよ、これドラムさんちょっと早すぎやって、早すぎやって。これはうまいね、マジで、うん、これはちょっとどっちもよかったけど、俺ちょっと風魔の小太郎の衝撃が半端ないな。完全アウェイで戦ったからね、先行で、なおかつレゲエビートで、で、なおかつかましたから。一個またね、知ってしまった、とんでもねえ強えやつは先行不利とかねえ、ない。そうだね。ねえわ、うん、絶対これは。でっかい山を建てるから、うん、先行を取るやつは。それ登るしかなくなっちゃうね。レゲエの場所でこんなかまされたら、それはレイもあの顔するよ。やばいよ。誰。いるね。確実にあの誰かいるね。ジャマイカのモブがいたね。ポポポー、イエーイ。はいよ。ポポ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 ポ
客層良すぎないそれな。これみんなめっちゃアットホームだね。みんな盛り上がるタイプの客。ちょっとさ、この渋谷レゲエ祭と新アドレナリン見に行きたいな、マジで。確かに。アットホーム加わりたくね。なんならちょっと出たい欲が出てる。レゲエルールだったらセッションできるかもしれない。あ、確かにね、確かに。ヒップホップルールだとやっぱ日本語弱い部分が出ちゃう。そうだね。本当にそうだね。どうしてもイメージで戦っちゃうからさ。セコー。せーの、勝者レイン。まあ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 、これで勝てないかって感じだもんね。コタロは大体勝敗にびっくりしがちで、そうだ、マジでそうマジですぎ顔が。まあもう鬼かわしてたもんね。最後レイがネタだったらもしかしたら勝ってたかもしれない。そうだね、逆に。いやでも分かんない、分かんねえ、これ分かんない、分かんねえ。これ俺ね、俺の予想言わしてもらうと、うん、これみんな右手左手上げてますまず右手左手運動あった。そう、これ右手左手運動ありましたで、多分みんなミスってレイの方がちょっと大きいこれ俺の考察それは多分あります。嘘それはあります。多分延長を目指してたんだもん、ね、そうそうそう、結局はこれが今のところ全力でできる考察。そうだね、一言お願いします。マジ今日は楽しい、楽しい日だったね、はい、マジで本当に寝違えなくてよかった。ああそうだね、本当にずっと嘘マジで一生首痛いまま首を振ることになってたからこれで乗ったら負けとか出てきたら多分負ける。ああ負けんね。そう、俺は確実に負けるわ。そう、アドレナリンとレゲエ祭1ミリも侮れない。風磨の小太郎ってやべえわ、どこに置いてもかますから。ということで風磨の小太郎対レイ、もう首が止まらない。途中マジ鶏に憑依したかって疑うぐらい首が止まらないバトルでした。はい、リシャルリソンのゴールドホームそうだね、ずっと5月ずっと一生リシャルリソンということで、みんなリクエストがあったらコメント上の高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。